栗原鉄道 ED18 系電気機関車は、かつて栗原鉄道が所有していた直流用電気機関車である。3両が存在し、その後の路線改め機で ED20 系、ED201 から203に解消された。1942年の岩ヶ崎から細走行残間 9.3km の開業により、冷細な田舎軌道から突如軍事物資である。 アエンコを輸送を目的とした、ゴ山鉄道への転身を果たした栗原軌道。栗原鉄道であったが、戦後も、その旺盛な輸送需要は減少することがなく、さらに燃料の入所難が発生したことから、まず1950年9月21日に基間 762mm の、軽弁鉄道のまま、全線の直流 750V 電化が実施された。これに伴い、 既存の蒸気機関車、特に貨物輸送の主力であった C151、C153 の産業を代替する目的で中日本重工業にて本形式産業が一挙に新造された。強固な大枠の中央に乗務員が枕木方向に着席する構成の運転室を置き、その前後に背の低い機器室を置いた全溶接構造の突型構成車体を備える。 車体幅約2メートル、全長約9メートルの車体寸法と18トンという、自長は第二次世界大戦後の日本国内で製造、使用された762ミリメートル機関向け電気、機関車としては最大級であり、電化時の栗原鉄道の輸送需要の旺盛さを示している。また、その設計は当初より将来的に機関を1067ミリメートルに、 改めきすることを想定していたと言われる。本線用電気機関車であるが、規模の小さな軽便鉄道用であったため、簡素な直接制御機を搭載しているのが特徴である。三菱電気製直流直巻製粒子電動機である、メガバイトマイナス 202BR を拡大車に2機ずつ釣り掛け式で走過する。波数比は5.64で、これにより、 定格速度時速 40km、定格引っ張り力 2400kg を発揮した。路面電車並みの直接制御機を一機、運転室に設置する。コントローラーハンドルは、通常のものとは異なり丸型となっているのが、特徴である。終電装置としては、心臓当初より 1067mm 機関向けと、同等の大型必死枠パンタグラフを搭載する。外視は、 横型指示となっており、これは廃車までほぼそのまま使用された。板台枠式の台車枠に重ね板羽による軸羽根、それに釣り合い針を軸箱間に置いたこの種の電気、機関車としては標準的な構造を備える。なお、空天時の三冊に用いる砂箱は、台車枠側面ではなく台車枠端張りの外側に取り付けられているのが特徴である。 開業以来の軽便鉄道用客貨車を牽認する必要があったことから、台車枠端張りの中央に縦リンク式のピンリンク式連結機を搭載して新造されている。竣工後は貨物の主力機として順調に稼働していたが、貨物輸送の増大と石越での貨物の積み替え作業の煩雑さから1955年9月27日に、 栗原電鉄線の基幹は7 6 2ト、mm、ルから1 0 6 7ト、mm、ルに改めきされた。これに伴い、本形式は新三菱重工業で改めき工事が施行された。この改造により、台車枠の端張りやトランサムを拡幅、車軸の新生交換で1 0 6 7ト、mm、ル基幹対応とし、さらに台車単張りに装着されていた。 従来のピンリンク式連結器を撤去、車体台枠の端張りを強化の上で、波形自動連結器の取り付けを実施している。この際、性能には影響しない、車体台枠や運転室の拡幅工事は実施されず、単純に台車枠のみを拡幅したため、台車、特に軸箱部分で、最大 125mm ずつ車体台枠から、左右に飛び出すという得意な形状となった。 また、この改造により自長が2トン増加したため、形式を ED20 型に解消している。もっとも、主電動機の乾燥による出力強化は見送られたため、貨物輸送の主力の座は35トン級の ED351 に譲ることとなる。貨物量の減少に伴い、1983年に ED202 が廃車。 さらに1987年の貨物輸送廃止により ED203 が廃車となった。最後に残った ED201 は1995年栗原電鉄が栗原電園鉄道と解消され栗原電園鉄道線として非電化路線となったことにより除籍されている。ED20 型は3両とも生態保存されている。ありがとうございます。